サウンドジュリエです。今日はですね、ダイヤトーンの DS4NB70 をご購入いただいたお客様の注文で、こちらにあります、特殊金属でできたスピーカースタンドを作りましたので、その主張を兼ねて、木製のスタンド、それから製品系のスタンドが用意、いたしましたので、こちらの小さなスピーカーを次々乗せ替えて聞いてみたいということをします。本来ならばこちらの DS4NB70 で乗せ替えるのがいいんですけれど、ちょっとお盆休み明けまで視聴期が入りませんので、こちらのダイヤトーンの DS5B、 この DS5B はこちらの DS4NB70 を作った技術者の方もこれを手掛けておられますので、まあ、ダイヤトーンということで本当にちっちゃなスピーカーですけど、こちらで乗せ替えやすいですし、乗せ替えてどれぐらい違うかということを聞いてみたいと思います。こちらは当店オリジナルとなります。こちらの木製スタンドも当店のオリジナルです。こちらのスタンドは某有名なブランドのもので、見れば誰でもわかるのかなっていうものです。では、ソフトといたしましては、このゴンチチの、まあ、ギター音色とかギターの立ち上がりとかそういうのを聞いていただきたいなって思うので、こちらの、14曲目をかけてみたいと思います。じゃあ、金属製のスタンドからかけてみます。こちらのスタンドのコンセプトといたしましては、基本的にスピーカーは響きますし、スタンドもいくら静止しても音は響いてしまいますので、その響きを最大限にいい方向に、利用するっていう考えで作っています。音は濃くなると思います。聞いてみましょう。
ということで、次は、精神系のスタムですね。こちらに載せます。ちょっと幅が狭いので、これをどけて、寄せましょうか。じゃあ聞いてみましょう。ということで、精神系のスタンドの音を聞いていただきました。こちらのメタルスタンドは、精神とかはしてないんですけど、素材でこういうハイファイ系の音になっています。またこちらの木製のスタンドは、いくら振動を止めても音が止まらないっていうところでいい響きを、追加させるように考えておりますので、音が薄いなっていうスピーカーを乗せると実にいい感じに再生するんじゃないかって思って作っています。今日は以上です。